はい、皆さんこんにちは、ブラボーブラザーズ大山です。この動画が投稿を始めてから2ヶ月が経って330名以上の登録者さんがいらっしゃるということで本当に感謝しております。このブラボーブラザーズのチャンネルの活動区域を拡大させるために僕だけじゃなくて新メンバーとも一緒に2人体制になって動画を作成していきたいと思っております。それではですね、早速新メンバーをこちらにお呼びしたいと思います。なるみくんです。はじめまして。やっとです。やっとです。皆さんはじめまして、新メンバーのなるみです。よろしくお願いします。今年の2月に1ヶ月間入試でオーストラリアに滞在してたんですけど、ウィーンでね、僕より1年早く来てる大山さんにお会いして、そこでお互い YouTube のことを話したらすごい意気投合して YouTube したいってね、だから考えてること一緒だから YouTube 始めようって言ったのがきっかけで、実はもうその頃になんとなく名前も考え始めて、そうだね、いろんな名前が実際センスないです。初めの一歩だ。留学したらもうやっぱり初めの一歩を踏み出したことによって始まったことなんで、初めの一歩って名前がいいかなと思ったんですけどね。2人だし、僕らね、それこそ、まあ、音楽勉強してるんですけど、よくオペラとかコンサート見に行った後に、みんな普通に、ね、ブラボーって声かけるんですよ。そのブラボーと、僕ら2人で、ブラザーで。ブラボーブラザーズなんかロゴいいんじゃないかっていうことで2月の時点で決まってたんですよね。そうですね、確かに、まあ、ただね、まあ、帰国したりとか、あとはまあ受験もあったりして、なかなかね、その2人でっていうのはできなかったので、まあ、今までは自分が先に研修もして、ようやく10月から落ち着いてオーストラリアに滞在して学生が始まるっていうことで、今回2人でやっていくっていうことだと思います。クラブ話し合った考え者だったっていうのは、こっちに僕らの音楽留学の入試とかで一人でウィーンに来るわけですね。その時に電車の乗り方とかお買い物、本当にちょっとしたことでも、まあ、ストレスっていうか分からないことがたくさんあって、ただそういう時に僕の場合はすごい街に住んでる知り合いの人がすごい助けてくれたっていうのもあって、そういう方々のおかげで今すごい不自由なく生活できてるんですけど、新しい情報を僕がしてもらったように皆さんにもね、なんか手助けになればいいかなと思って、写真とかその記事とかで見るんじゃなくて、動画を通じて、例えばこの前動画を上げた電車のチケットの買い方とか、そういうのもやっぱり動画を通じて見た方が分かりやすいものが多いので、やはりそういう観光者に役立つような情報を動画を通じて丁寧にお伝えできたらなと思います。僕らもね、例えばウィーンに来るにあたってウィーン切符買い方とかいろんな検索かけるんですけど、たくさんホームページあるんですよね。しかも2012年2017年2019年、いろんな情報があって、どれ見たら分かんないっていうのが結構あるんですよ。最近はハッシュタグインスタグラムとかでなんか旅行行くときにそこの地名打ってみんなそこの美味しいものを探したりとか、ブログとかを見る人って少なくなってきてると思うんですよ。むしろこういう SNS で情報を発信してる人、情報を欲しがってる人っていうのは多くなってると思うんですね。でこれからの世代って絶対そっちの方が多くなってくると思うんで、例えば今だと Vlog ね、この間なんかカッコつけて Vlog とか上げてましたけど、でもまさにあのブログよりかは今もうそっちのビデオの方が僕らだけじゃなくてね、世界中で Vlog っていうのも流行ってるし、そっちの方が分かりやすいかなと思うんですよ。そうですね、やっぱりオーストラリアに住んでみて本当に過ごしやすい。確かに 2年連続でオーストリアウィーンの住みやすい街ナンバーワンの世界ですから、住んでみて実際感じたことをより皆さんに紹介したいなと思って、でも早速実はね、一本そうですね、もう撮ってきました。撮ってきました。それはまたお楽しみにしてみてください。ウィーンに行ってみたいなって思えるような動画とかもどんどん紹介したいです。そうです。最後にですね、僕たちはまあ普段このオーストリアに音大生として学んでますけども、やっぱりその音大留学をするにあたってもドイツ語圏の音大受験したいんだけど、まず何から始めればいいかなとか、どのように先生とコンタクトを取ったらいいんだろうかとか、いろんな悩みがあると思うんですね。音大受験したいってなった時に日本語のサイトってないわけですよ。
絶対に調べて分かることがあるんですけど、学費とか入試に必要な曲数、そういう情報とかを分かりやすく手助けできればいいかなって思います。でもまあ本当にこれから楽しみですね。そうです、またいろんな季節ごとにすごいたくさん、イベントもありますし、確かに紹介したい場所たくさんあるので、先輩は今主にオーストリアのリンツっていう町に行くんですけど、僕は、僕はウィーンなんですけど、先輩が忙しくて来れない時とかは、ウィーンのこととかは僕が動画撮って紹介できたらなと思います。もしこんな動画見てみたいとか、近代留学についてこんな質問があるとかありましたら、どしどしコメント欄によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラボーブラザーズブラボーブラザーズダイヤマとナルミがお送りしました。チュース。